人まで考えられないから口に取るってレベルじゃないから。本当この度は申し訳ございませんでした。今回は全て僕もし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 あれやばいもしもしは？え、なにこれトークの履歴。え、ちょっと全部消えてんですけど。え、なんかアプリおかしいんだけど。ええ、あれちょっと待って、何、あ、あれちょっと待って、え、何これ。Ultra Galaxy Fight New Generation Heroes! No way! We should watch Asahi save the day in Ultra Galaxy Fight, the absolute conspiracy! New Generation Heroes! I'm putting an end to this once and for all! Let me have victory! You even copied my mom's armor! So, you know all my moves, huh? Ricky Bird! How about this? It's time we extend the little brotherly payback! Fine. This is nothing! I shall demolish every last Ultra in this universe! This is getting interesting. All right! Let's go, everyone! Ultra Galaxy Fight. New Generation Heroes. How about we watch all our adventures in the Ultra Galaxy Fight series? Let's do it! ハルキさん、あの光線を打つ時のコツってありますか？ああ、コツ、はい、なんだろうな、こうチェストって気合い入れる感じですかね。気合いですか、わかりました。あ、それとあの胸のあれが赤く光った時、こう胸がガッとこう締め付けられるあの感じ。わかります、かなりグッとなりますよね。ガッとあと空飛んだ時、空飛んだ時グワーってきますよね。めっちゃくる。わかります。でもそれってやっぱ気合で耐えるしかないですよね。気合です。チェストー、チェストー、そうです。うわー、嬉しいです。こんな話できる人いないですから。いないですね。あと変身した時とか。できた。これでガッツスパークレスを使ってメダルの力を引き出せるようになったんです。おー、マジっすか。さすがバカな相棒アキトだね。は、いつから俺がお前の相棒になった。え、違うの。あんま調子に乗るな。俺はお前なんか。でもこの前僕の名前呼んでくれたじゃん。それは関係ないだ。ある、すっごく嬉しかったもん。状況的に仕方なく呼んだだけだ。仲いいっすね。いいくない。全隊員司令室に集合。町全体で大規模なシステム障害が発生している。金融機関や政府の重要施設へのクラッキング。ウルトラレア出たとこでバグんだよ。一体地上で何が起こってるんですか。めっちゃやべえぞ。ソラフネシティどころか各国 TPU 支部がサイバー攻撃を受けてる。ガッツセレクトが対処すべき事案ですね。おっす、すぐ出動しましょう。暑苦しいな、この二人。 TPU 本部および
各国支部に連絡を取れ。ガッツ力とも独自の警戒体制へ移行する。おーす、うん、君はいいから。速報が入ってきました。世界中の重要施設がサイバー攻撃を受けています。医療施設、公共の交通機関も大混乱です。政府が不安に現在は非常に危険です。緊急事態宣言の発出を決定しました。ダメです、どの TPU 支部とも連絡取れません。みんなデジタルに頼りっぱだからそうなるんだよ。おい、俺に肘を乗せるな。ここまでの事態は誰も想定できねえよ。だからこうして骨董品を持ち出すんじゃねえか。こちら TPU 本部サイバー部隊第2号へ。 TPU 本部繋がった。各部隊独自の作戦行動を許可する。独自の作戦行動を許可する。本部、応答してください。本部、おいおい、ここもヤバいんじゃねえの。大丈夫だ、世界一のセキュリティで守られて。え、嘘だろ、侵入され、破られてんじゃん。こんなこと人間にはできませんよね。やめてよ。攻撃の発信先は世界中の一般市民の携帯端末だ。ありえない、利用されてるだけのはずだ。ダダ、それがこいつの名前か。なんだ、まずい、ナースデス制御のシステム上空きだ。何、研究室で対処します。ユナ、手伝ってくれ。ラジャ、おお、ユナ、おで、ありがとうございます。ねえ、こいつ何が目的なの。わからないけど、ダダは地球上の全てのシステムを支配しようとしてる。ユナ、その基盤を5番に、あとスカジーケーブルも頼む。わかった。先生さん、これですよね。あ、はい、あ、そうそうそう、大丈夫。はい、いやあ、それです、それです。うわ、なんだなんだなんだ、メインシステム、核管制システム、ソーダシステムが乗っ取られかけてると。おいおい、それ抑えられたらおしまいだぞ。艦内デジタルネットワークを切ってください。システムを独立させて制御を取り戻す。ラジャー、うわ、自動操縦からマニュアルに切り替わったんだ。おい、このボタン押してくれ。はい。こいつのソーダはパイロットの俺に任せとけ。マルル、これ、あ、ナースキャノンが発射準備に入ってる。え、これもダメだ、早く止めないと。ダメだ、発射まで5秒。俺の船で勝手はさせねえぞ。どこじゃ。エネルギー最終電柱、発射まであと5分。え、火器管制システムを奪い返さねえと止めらんねえ。こっちからの停止信号も受け付けない。ナースケアの直接止めに行かないと。僕が行きます。俺も手伝います。どうして制御盤、アナログ回路の制御盤は。これか、アキト、アナログ回線繋いだよ。ラジャ、七瀬隊員、ガッツファルコンの VR 操縦システムに駆除プログラムを今送ってる。え、そいつでメインシステムに入って、俺がダダの侵食箇所を探すから。七瀬隊員はそこを叩いてくれ。これ。わかった。おー、さあ、上がる。え、嘘でしょ。ナースキャノン発射まであと1分。おい、言うこと聞きやがれ。届かねえ。うわ、じゃあお前邪魔してんのか。探し物はこれかな。うわ、それよそれ。ふい、あ、サンキュー、よいしょ。弾幕すごすぎ、こんなの無理だ。ナースキャノン発射まであと10秒。アキト、緊急停止爆発ボルトの起爆装置は。制御パネル内の安全装置を外せ。そこにガッツパークレスを打ち込め。発射まで、せーの、2、1。間に合った、ギリギリしたね。
操ってナースデステーゴを落とす気だ。なんでそんなことするんだよ。世界侵略には俺たちが邪魔だと気づいたらしい。ハルキさん行きましょう。ボス、アキト君が作ってくれたこれの出番っすね。はい。ウルトラマン、ウルトラマン Z、モルチタイム、アルファエッジ、ブーストアップ、ブーストアップ、ゼペリア、アルファ。未来に築く希望の光、ウルトラマン、トリガー。ウルトラマン、トリガー、モルチタイム。宇宙拳法、秘伝の神業。ボス、ご唱和ください。我らの名をウルトラマン Z。 ウルトラマン Z。 ウルトラマン Z アルファエッジ。我々から君たちへ注目の情報だ。Galaxy Fight The Absolute Conspiracy Now on YouTube。 ぜひチェックしてくれ。これからも我々と共に歩もう。
システムを奪い返したな。次は火器管制だ。よし、この野郎、そっちか。よし、これでナスケどもセーブできるぞ。よし、来た。ラスボス来た。ここで256発打ち込めば。メインシステムを奪い返した。これで。アヒト持ってきたよ。いいな、来るな。ユナ！ユザレ、私から秘密の情報を教えてあげる。That's enough excitement! Ultra Galaxy Fight, the absolute conspiracy! Something is happening in this galaxy! So this is the power of darkness. I deny both light and the bond to stand up for justice and overcome challenges. That's Ultraman! So you're Tartarus? Come to witness history. Now on YouTube. Access granted.絶対に見てくださいね。変幻自在、神秘の光。オーケーマン Z、ガンマフューチャー、ウィスパー、ガンマ。ご唱和ください。我の名をウルトラマン Z。ウルトラマン Z。オーケーマン Z、ガンマフューチャー。と同化する気か。Sky time!
化粧。また直してやるからな。よかった、ナースデスエゴも無事だ。めっちゃいいチームですね。俺もストレージのみんなが恋しくなりました。え、何してるんですか？これ持って帰んないと怒られるんで。壊れてる。でもこれこう持ってもいいですか？大丈夫ですね。こんなとこですかね。何から何まで、ありがとうございます。あ、いやいや、俺を言うのはこっちです。僕にも最高の相棒がいて、最高のチームがいるって気づかせてもらいました。俺は何も知ってませんよ。そんなみんなのためにも、ウルトラマンとして頑張っていきたいと思います。はい。ちなみに相棒って誰のことだ？アキト。健吾くんが心配で来てくれたんすね。さすが相棒。だから相棒なんかじゃない。へえ、だってすごい息合ってたじゃん。みんなとも完璧なチームワークで。他はともかく、俺はやるべきことをやっただけだ。いや、それが結果的にさ。そういうのを相棒って言うんすよ。そういうのほんとうざい。早く帰れよ。もう問題はそれなんすよね。メリアロクター。おい、もう飽きたし帰るぞ。帰るって言ったってどうやって？俺様が次元を切り裂けばどうとでもなる。え、そんなことできるんすか？ガッツスパークレス、Z ライザーが乗るまで借りてっていいすか？すごくいい感じなんで。いいよ、持ってけよ。ありがとう。俺、あれを仲間のところに届けに行きます。じゃあ、またまた。アキトも、あれ、お気をつけて。おっす。はい、ラーメンまた食べましょうね。あ、絶対食べましょう。ウルトラマン Z オリジナル。アキト、お腹すいた。ラーメン食べに行く？ああ、行くか。え、ほ、本当に行くの？は、やっぱ行かない。ああ、ダメダメダメ。行こうよ。いい、行こう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 。いい。いや、ラーメンは人によって好みが大きく分かれるんだ。うん、俺とお前の趣味が合うとは限らないだろ。いや、じゃあ何味が好きだ？俺は醤油だ。醤油めっちゃ美味しいんだから知ってるから。やばいよ、笑顔になるよ。本当だな。うん。ここで醤油いった。ユナ、これ私がやったの？いや、これはダダが。私の意識が途切れる瞬間、ダダを吹き飛ばしたの覚えてるもん。ねえ、なんであんなことできるの？私って何なの？ユナ、ユザレって何なのよ？
の18歳の誕生日。でもそんなおめでたい日なのに石化弓魔獣ガーゴルゴンが超古代から蘇ってしまう。怪獣が迫る中語られるシズマ会長の過去、そしてユナの出生に隠された秘密。あの飛行機って。次回ウルトラマントリガーあの日の翼。スマイルスマイル。チャンネル登録まだなんすか？陽子先輩に怒られちゃいますよ。あ、怖い。